EX は日産が製造インフィニティブランドで販売していた自動車である。プラットフォームに FX やスカイラインと共通の FM プラットフォームを採用するクロスオーバー SUV。G シリーズのクロスオーバー SUV 版とも言える車ではあるがホイールベースが G シリーズと比べて 50mm 短縮されているためよりコンパクトな設計を行いインフィニティチャンネルとしては エントリーモデルの役割も果たしている。生産は日産自動車栃木工場が担当する。北米、欧州、韓国、中国で販売されており、インフィニティブランドを展開していない日本国内においては2009年7月よりスカイラインクロスオーバーの名で導入されていた。2014年モデルより QX50 に改名された。プラットフォームは G シリーズと同じ FR。 L プラットフォームを採用している。エンジンは、欧州使用者を除いて、V63.5L v 9 3 5 h r 型エンジンが搭載され、トランスミッションは、当初5速 AT のみの設定となったが、欧州使用者と、日本使用のスカイラインクロスオーバーについては、V63.7L v 9 3 7 v h r があったと7速 AT の組み合わせのみが、設定され、 北米使用者も2011年モデルからエンジンは VQ35HR 型のまま7速 AT が採用された。また、駆動方式は FR と 4WD があり、後者はアテッサ ETS を採用している。また、中国使用者には 2.5LVQ25HR 型エンジンを搭載し、7速 AT が組み合わせられる EX25 が設定されているほか、 欧州使用者には EX37 のほか、2010年夏より V63 リットルディーゼルエンジンの V9X 型を搭載する EX30D も設定される。車間制御技術として、インテリジェントクルーズコントロールおよびブレーキアシストが採用され、車線逸脱防止技術として、レーンデパーチャーウォーニングが採用されている。またアラウンドビューモニターもオプション設定されている。 当初は日本国内では正規販売はされておらず、専業店などから並行輸入車として販売されていたが、2009年7月から2016年6月までスカイラインクロスオーバーとして日産ブランドで発売された。なお、エンジンは欧州使用車と同一の VQ37、VHR 型を搭載する。2008年3月に開催されたジュネーブモーターショーにて、 2008年秋からヨーロッパで展開するインフィニティブランドの発表を行った際、EX シリーズが EX37 として発表された。その名が示す通り、G クーペに搭載されている VQ37HR 型エンジンを搭載し、さらに新開発のジアと個性7足、スポーツモード付けオートマチックが組み合わされることになった。ありがとうございます。